こんばんは、速稼塾の久保です。今回ね、ゆとりライフの天野さんが非常にいい動画を撮ってくださいましたね。これが何がいい動画かというと、私から見ると別の見解があるっていうことなんですよ。これは一部ね、ちょっと冷静に考えれば考えるほど、私がね、ひどいことを言ってるように感じると思いますけども、中にはね、神経を逆なでされたとか感じたりとか、もうなんかね、内心もイライラして、私のことをね、敵視する方もいるかもしれませんけども、これ隠してもしょうがないんではっきり言いますけども、避難所の問題まず言いますね。避難所でホームレスの方が追い返されたっていうところがクローズアップされてますけども、これは実はね、別の角度からの見方があって、多くの方が避難所に行ったんですよ。でそこの中にはきちんとホームレスじゃない税金を払っている市民の方がいて、その方をもう受け入れを拒否してでもホームレスの方を入れるかどうかってところで、順番としてですね、きちんとした市民の、きちんとしたってホームレスの方もきちんとしてるんですけども、身元がね、はっきりしてる方から受け入れていって、例えば家族4人で逃れてきた方がいたら、4人の方を受け入れるって方をしていったら、1人2人でパラパラと来るホームレスの方の席がなくなってしまったんで、ここはいっぱいなんですいませんとか言ってホームレスの方を帰っていただいた。もちろんホームレスじゃない方もそこにね、例えば外国人の方とか旅行者の方とかって受け入れられなかった部分は他のところにご案内したっていう背景があったのを私は聞いてるんですよね。もちろんこれも確かじゃないんですけども、そういうふうに考えてみると、ホームレスの方を追い返して、その避難所がまだ余裕があるのにあんたはダメっていうふうな、そんな報道がなされてますけども、そういうのとは全く違う私は感覚を持ってるってことなんですよ。だから、その、なんですか、先入観の犠牲者って今回タイトルですけども、ただそのね、ホームレスの方が受け入れを拒否されたっていう書き方をしてれば、それはなんてことするんだって私も思いますよ。でも冷静に状況を分析してみると、その避難所はすでにいっぱいで受け入れができなくって、で一般市民の方ももう入れなかったっていう現状があるんですよね。それは受け入れにキャパシティってありますから、毛布が足りないとか場所がないとかってことになったり、衛生状態のことを考えたら、あまりにも衛生状態が悪くって、なんていうんですかね、不衛生な方を受け入れないっていうことも考えられますし、すでに避難所がいっぱいで多くの方が断られた中にホームレスの方もいらっしゃったっていうふうに考えることもできるわけなんですよ。私の届いてる情報はそれなんですよ。だから、それはホームレスの方を拒否されたけども、他のホームレスじゃない方も拒否されてる上でのホームレスも拒否されたっていうふうに私は捉えてるんですけども、いかがでしょうかってことですね。あと次、生活保護に関してですけども、生活保護ね、私たちの先入観で生活保護でパチンコしたりとかね、お酒をかっくらってって方いらっしゃると思います。それが多くの先入観になってますけども、それはそれで事実なんですよ。そういうふうな生活保護の使い方もありますし、生活保護の返還を求められた時に踏み倒す人は山ほどいるんですよね。で、きちんと払おうとするときついっていう問題を、綾沢ちゃんが今回ね、提案してくださったと思うんですけども、やっぱりね、生活保護っていう制度はむちゃくちゃいい制度なんですよ。生活保護があるから生きていける人もいる、死なずに済む人がいるっていうのも一つ事実です。ただ、生活保護が合わない人もいるんですよ。だからね、全ては、一時が万事で捉えることもあるんですけども、一人の人の意見を全部に当てはめるとちょっと違った判断になるかなと思います。今回ね、綾沢ちゃんがずっと、ね、生活保護のことをずっと話してくれました。確かにあれは綾沢ちゃんから見た真実であり、共感するところが多いんですけども、でもね、そうじゃなくて生活保護を別の形で自分に合うように使い続けてる人もいるんですね。そう考えると、生活保護がなんて制度だっていうことでもなくってね、使い方とか自分に合ってるかどうか、自分のライフスタイルに合ってるかどうかってところも大いに問題があったりするわけなんですよね。だから綾沢ちゃんは生活保護の違和感も感じながら、そこから抜け出す方法を選んだんで、今ああいう風な発言になってくるのは当然だと思うんですよ。でも生活保護で一生やっていくしかないって決めた人にとって、生活保護はもう命綱なんですよね。だから生活保護はきちんと機能していただきたいですし、生活保護をきちんと機能させようと思ったら、我々がもっとね、重税に耐えていかなくてはならないっていう側面もあります。結局誰かが払ったお金が誰かの助けになっているところが変わりませんから、納税額を我々がもっともっと積んでいくように頑張っていくっていうのも、生活保護をいいものにする力の一つになってくるっていうふうに今私も見てるんですよね。まあ私もね、言いたいことは結構あるんですよ。不満は結構あるんですけど、その代わり同じぐらい助かってる部分もね、見えてるんですよね。で、3つ目、介護のことなんですけども、介護にどんどんお金を回してほしいっていうのは、実際介護士を13年以上やってきた私も思います。ただ介護もね、高い給料を選択することもできるんですよ。その一つが、みんながやりたがらないような遠方の介護をやっていくことなんですよね。そうするとサービスが継続的に受けれるんで、別にその食いっぱぐれることはないんですよね。もう一つは、体を鍛えてる人にとってみたら、介護の仕事って結構楽なんですよ。
だから体育会系の仕事に就くで引っ越しの仕事とかって体力鍛えてる人楽だと思うんですけども、自分に合う合わないっていうのもあるんですよね。介護っていうのは誰でもできる仕事ではあります、はっきり言って。でも誰でも継続できる仕事ではないんですよ。瞬間的には誰でもできますけども、じゃあそれを3年5年10年やろうと思ったら、それなりに介護士さんとかヘルパーさんの工夫とか努力が必要になってきます。その一つが有料の仕事を取っていくってことなんですよ。私はその有償運送っていうのを取るのが上手だったんですけども、あの利用者さんに費用の負担を実費でお願いしながら、それでもね久保さんにお願いしたいっていうようなサービスが提供できれば、きちんと高額のサービスを販売することができるんですよね。そこで有利だったのは、私は介護業界にはヘルパーっていうものにはね男性があんまりいないってことで、私は30代の半ばで介護業界入りましたけども、結構体力仕事とかをねやらせてもらったんですよ。運転のこととかね、それからあの外出援助でおんぶして、あの成人男性をどっかへ運んでいくみたいなね、結構このオーダーがあって、私は仕事に切れることなかったんですよね。だから結構私にとっては介護の仕事っていうのは 3K でも何でもなくって、自由な時間があって稼ぎが結構あって、それから一定の自分の意見っていうのを皆さんにお伝えすることができたなと。身分化の分だけチャンスがむちゃくちゃあるんで、例えばね介護事業所の経費を削減することによって、電話代とか電気代とか水道代とかを私の工夫で削減することによって、そのうちの 20% もらうみたいな契約を会社にすることもできたんですよね。だからその状況でどんなことをするかによっても、あの介護業界が本当に 3K なのかどうかってことも変わってくるのかなと思ったりするんですよね、でいろいろ言いましたけども、介護に関しては私たちが介護の業界にどのぐらい税金を投入することを強要してきたかってことなんですよ。例えばですね、あの子どもたちの教育支援とか社会福祉政策に予算を割けば、当然介護の方に行こうかね減ってくるんですよ。そういうことをトータルで考えたときに、多分私たちは介護ってものにそれほど予算を割くことに前向きではなかったのかなって考えるんですよね。もちろんあの税金っていうのは限界がありますから、介護に優先的にお金を割いていってしまっても、現在でもねすごい金額出てますから、介護医療に20兆円以上割いてるわけなんですよ。まあ計算によっては40兆円なんで、税収のほとんどがそこに当たってるわけなんですよね。でそれ以上お金出そうと思ったら、やっぱり私たちがもっともっと高い税金を払っていかなきゃならないってことなんですよ。まとめるとですね、全ての問題を解決しようと思ったら方法は2つです。私たち不満を持っている者が政権を取ること、影響力を持つこと。残念ながら私の YouTube では影響力がそこまでないんで、自分の影響力のなさがこれ罪悪だなと思ってるんですよ。社会を動かすことができないんでね。でもう一つの方法は、自分が自分がねその業界に入ることですね。介護にしても生活保護にしても、その避難所の問題にしても、自分がその業界に入って権限を持つぐらい憤りを感じているのかってこともあります。結局は他人事になってしまって、まあ自分には自分の仕事があるからってやってしまう人が多いと、その介護の問題にしても避難所の問題にしても生活保護の問題にしても、その権限を持った人がその通りにやってしまうことが起きてきて、その権限を持った人から見ると十分できてるんですけども、権限を持ってない人から見るとすごく不自由だなっていうふうに感じるものが残っちゃうのかなと思うんですよね、じゃあこれからね私たち何をすればいいのかって本当にね悩むところなんですよ。結局何かに携わってると、それ以外の問題には大して手が出せないってことになっちゃいますんでね。いやー、人ともかんともですね、今回ねちょっと別の角度から物申すってことではないんですけども、もちろんね天野さんのお考えごもっともなんですよ。その通りなんですよ、多分天野さんの考えに同情する人の方が多くて、私の考えなんてのはどっちかっていうとアンチテーゼに過ぎないっていうかね、かっこつけだと思うんですけども、私の考えっていうのは何かっていうと、じゃあどうするってことなんですよね。いつもその怒った憤りに対して、あなたは私は何ができるんですかってことを私はずっとやってきたってことなんですよ。だから憤りを感じて怒ることは誰でもできるんですけども、その後にじゃあどんな手を打ちますかっていう時に、打つ手がないっていうのが多くの方の現実なんですよね。だからなかなか変わっていかないんですよ。だから打つ手を打てるようなお金、それから影響力、権限、これはねやっぱり持っていかないと本当にね何も変わらないということなんですよね。権力者っていうのは協力することをやる、権力者同士で協力するんですよ。そして行動が早いです。で権力を持ってない人は協力が下手なんですよ。しかも行動が遅いんですよ。勝ち目がないかなと思ってね、無力感に苛まれる今日も久保哲郎でございました。はい、でも本当にいいテーマを出してくれましたね。この件についてはね、もっともっと皆さんで議論して、あ、人任せじゃダメだ、自分がやんないとっていう風なね意識に私たち変わっていこうじゃないですか。それでは失礼します。